Hello, go to Philippines channel. マガンダンアラウ。Go to Philippines channel のピナカです。今日はティンちゃんと一緒に、方位よけの祈祷に行きました。ご覧ください。ご祈祷に訪れたのは、千葉県鎌ケ谷市道の部にある、道の部八幡宮。正式名称は、八幡神社です。このチャンネルはフィリピン関連。ですが、たまには、普段の生活の中で、こんなところ行きました。なんてこともお話ししていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。手水で手を洗い、口をすすぎましょう。手や口を洗い清めることは、禊を簡略化した儀式です。身も心も清め、すがすがしい気持ちでお参りしましょう。あ、違う、下じゃないよ。まあいいか。袖で拭かないよ。ティンちゃんはカトリックですが、日本にいるときは、初詣、厄除けなど、ご祈祷、お参りは神社へ行きます。私もフィリピンにいるときは教会へ行きます。すべての神は平等、パロパロはダメなんてことは言いませんよね。社務所で受付、受付時間9時から16時まで、ご祈祷は毎日取り行っているそうです。ご診察、お守り、御朱印などもこちらにあります。こちらでご祈祷をしてもらいます。方位除けとは、九星気学という最も古い戦術の運勢が弱くなる年回りのことです。九星気学とは古代中国発祥の約3000年の歴史を持つとされる戦術で、日本では500年代には伝わっており、江戸時代には家の建築などを判断する仮想として、大名から庶民まで広く用いられてきました。現在も寺社仏閣などで行われる方位除けの祈祷とは、この九星気学を元にしたものです。方位除けの元となる九星気学では、人は生まれ年によって、9つの本命星に分類されます。この本命星とは、人が生まれ持つ自然のエネルギーイコール、気、そのものであり、運勢に大きな影響を及ぼします。
ここ八幡神社の境内には天満宮、御血神社、宿儺彦名の御事神社があり、御祭神は八幡狼、本多和家の御事。社伝によれば、平将門が下総を征服し、市川大野に中沢城、東条西城を築城したが、その際、この地を上智の鬼門と目し、厄除け、包囲除けの神、弓矢兵馬の神、文武将軍守護の神として鎮祭されたと伝えられています。その他ご神徳は厄除け開運、食産工業、学芸成就、子守育成、安全息災、将軍守護に、著しく、霊験あらたかなものがあるそうです。現在では鎌ヶ谷市及び近隣市町の総氏神、総守護神、また千葉県の規範神社として多くの人々より崇敬されている神社です。祝詞奏上。ご祈祷では、神職が神様と参拝者の間を取り持つ祝詞を奏上します。これがご祈祷の一番大切なところです。鈴払い。祝詞の後、神職がお鈴を持ってお祓いをします。清らかな鈴の音は心身を正常にしてくれるとされます。拝礼。金幣という御幣を神前に備え、御拝礼は、二拝二拍手一拝の作法。ご神父のお渡し。最後にご神父とお守りをいただきます。ご神父は、ご自宅の神棚でお祭りください。神棚がない方は、タンスなどの上に白い紙を敷いてご神父をお祭りください。これでご祈祷は終わりになります。道延八幡宮。場所は、東武野田線、鎌ヶ谷駅から徒歩5分。鎌ヶ谷駅から鎌ヶ谷高校を目指して進み、下り坂手前で右斜め前方に曲がる道を曲がり、突き当たりに鳥居が見えます。千葉県鎌ヶ谷市道延中央5丁目6番25号。近隣の方はぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは基本的にはフィリピン関連、特にマニラ、アンヘレスを中心に、これからも見聞きしたことや体験談をお話ししていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、バイポー。ちょっと、待って。Thanks for watching, and always welcome so come anytime.